緊急警告。とんでもないことが起きている。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。本日、ドイツで緊急の発表があり、経済が完全に崩壊したと宣言されました。本日の物語では、ドイツで一体何が起きているのかをまずは解説し、そしてなぜこの経済崩壊が今後さらに加速するのかを解説していきます。そして、米国株投資家たちは、自分たちは別物だ。我々はドイツのようにはならないと思い込んでいますが、米国のデー データを提示しながら、様々な市場、特に原油市場は米国がドイツと全く同じように崩壊していく兆候を示していることについても解説していきます。つまり米国の労働市場にて何十万人という失業者が出ることになるんです。ドイツ、中国、欧州そして米国へ経済崩壊は次第に世界中に伝播していくんです。本日の物語の入り口は自動車市場の崩壊が深刻化する中、フォルクスワーゲンは前例のない規模で工場閉鎖を検討という本。 この数時間前に発行された記事から始まりまりす。フォルクスワーゲンの経営陣から市場にもう需要が存在していないためフォルクスワーゲンの巨大自動車工場を閉鎖するという宣言が数週間前にありましたが今回の記事ではそこからさらに悪化が加速しさらに多くの工場を閉鎖するというのですそもそも数週間前にたった一つの工場を閉鎖をすると宣言したことで労働組合は大慌てとなりそんなことは絶対に許されないと両者は厳しく激突していましたが 今回、歩み寄るどころか、むしろさらに状況が深刻化してしまったんです。エネルギー費用が高騰する中、ドイツ国民は高騰する生活費を限界まで切り詰めて節約して生活していましたが、今回は完全にこのドイツ国民にとどめを刺す形となりました。ただ、フォルクスワーゲンの経営陣もただ単に意地悪をしたいだけではないんです。この背景には、フォルクスワーゲンという世界的自動車メーカーが自動車が売れない、需要が全くなく、売り上げが全然立たない中での苦渋の 決断でであることをまずは理解すすべきなんですドイツ経済になくてはならない巨大な原動力だったフォルクスワーゲンが完全に空中分解し始めたということはドイツという国の本当の経済崩壊が始まったと言っても過言ではありません考えてみてください日本の中でトヨタ自動車が主要工場をいくつも閉鎖するという事態になったらその余波は愛知県だけでは済まず首都圏や国全体に波及することは間違いありませんただ本当の問題はこの原因とその影響としてこれがドイツの ドイツから世界経済に伝播していくということです欧州最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲンはこれ以上の経営悪化を食い止めるため少なくとも3つの工場を閉鎖し数千人の雇用を削減し数万人規模でドイツ人の労働者の賃金を大幅に削減する計画だ初っ端から衝撃的なことが書かれていますがもうドイツは致命傷を受けているんですこの事態はもっと深刻な警告を発していますフォルクスワーゲンがドイツ国内だけで売れていた自動車メーカー メーカーなら問題はありませんしかしながらちょっと前まで世界で一番多くの自動車を販売していた超巨大自動車メーカーが工場を閉鎖するというのは世界経済の中で需要が完全に崩壊し始めている何よりもの証拠なんですドイツにとっても世界中の国々にとってもこの事態だけは回避したいという思いもあり大量の景気刺激策を実行してきましたがそれは問題を先送りにしただけでこの刺激策が枯渇してきた瞬間に一瞬にしてどっと問題 が押し寄せてくるんです。ただ問題は刺激策を実施した後にそれがなくなった瞬間に問題が急増するのはドイツだけでしか起きないのかということですドイツだけでしか起きないわけがありませんこれは中国でも米国でも起きる現象なんです米国では今大統領選前ということもあって大量の刺激策をばらまいてなんとか現状を維持していますがもうすでにその兆候は出始めているんです実小売売上高はとっくにマイナス領域に行き賃金上昇率でさえも下落しているんですこのチャートを ご覧くださいこれは米国のチャートで青が実小売,売上高で左軸赤は賃金上昇率を右軸でどちらも前年同月比で表しています青は単純な小売,売上高ではなく物価上昇率を加味した売上高ですのでこれがゼロを示す黒線を下回ると商品やサービスが全く売れていないということですそしてこの青が黒線を下回ってまた赤の賃金上昇率が下落してくるタイミングで何が起きるのかというと毎回リセッションが襲ってきていることがわかります 2000年の IT バブル崩壊も2008年のリーマンショックもそうでした。それと全く同じ現象が今まさに米国の2024年の現在起きているんです。これはパンダ的に何を言っているのかというと、需要が完全に崩壊し始めているということです。動画の途中ですが皆様のご要望にお答えして副業サポートを再開することになりました。先月まで視聴者の方の投資の種銭稼ぎに動画編集や YouTube 運用など副業サポートを行ってきましたが、その中で1ヶ月で120 10万円を稼ぎ出した人が出てきたことが口コミで広がってしまいとんでもない人数の応募が殺到してしまいましたので募集を一旦締め切らせていただいていました10月に入り準備が整いましたので応募を再開する運びとなりましたただ大変恐縮ですがすぐに多数のキャンセル待ちの受講希望者もいるため新規での申し込みは人数を限定して受け付けていく予定ですので少しでも稼いでいきたいとか本業以上の収益を生み出したいという方はお早めにご連絡願います応募人数に 達しだい応募は締め切らせていただきますやる気のある方に限定して素人から誰でもできる副業のやり方自宅にいながらお金を稼ぎ出す方法をレバナス一本リーマンチーム直々に伝授させていただきます申し込み方法は概要欄にある入力フォーマットから2分ほどで申し込みができますそれでは物語に戻りますがこのように正しくデータを見れば明らかに米国もドイツと全く同じ需要崩壊が起き始めていることがわかりますただこのチャートが物語っている本 本当の恐ろしさはこれは米国やドイツだけではなく世界中の需要が崩壊し始めていることで2025年には世界中の何千何万という工場が閉鎖し始めるということですこれは何が原因で今後何が起きるんでしょうか物語をもう少し読み進めていきましょう苦戦するフォルクスワーゲンブランドを立て直すためのこの提案は前例のない規模でのリストラとなりフォルクスワーゲンの経営危機の深刻さを浮き彫りにしているドイツの自動車メーカーはこれまで自国で 工場を閉鎖したことがなく給与を10%削減する計画は国内の労働者約14万人に影響する可能性があるいいですか？多くの方は今回の危機を通常のリセッションだと認識しているかもしれませんがドイツは2008年も2000年でさえも工場を閉鎖してこなかったんですつまりもうすでにリーマンショックを超える規模で需要が蒸発し始めているということですただ何よりもご理解いただきたいことは想像できるでしょうかこれが米国に到達した時の損失を 今は大統領選前なので毎回の選挙前のように大量にばらまいたマネーが給料として消費者が受け取ってまだ需要は過労地で存在していますがこれが蒸発した時のインパクトは我々の想像を大きく上回る規模となるんですドイツだけではないんです中国で何が起きているでしょうか中国の株価は市場類を見ないほどの速度で暴落していますがこれはバブルも崩壊し始め需要が完全に蒸発した結果なんです需要がないことをデフレと言いますがとん とんでもない規模でのデフレが今中国で起きているんですだから中国の巨大企業も破綻し多くの企業が剥離にするしかなく大幅な値下げを実行しているんですそれは多くの労働者のリストラや賃金を限界を突破して安くすることで実現できていますが自動車業界も同じなんですとんでもない価格崩壊を起こした安かろう悪かろうの自動車が中国から世界中に輸出されこれまでの常識が完全に駆逐され始めているんです完全なるゲー チェンジが起きているんです世界の構図が歪み始めるほどのインパクトが今まさに起きているんですそれはもちろん派遣国の米国にも例外ではありません米国の賃金上昇率が下落していることをチャートにてお見せしましたが問題の本質はそこではありませんドイツに自動車部品を供給するサプライヤーは米国に何百何千とありますこれが一気にストップしたら米国に何が起きるのでしょうか賃金カットだけではもう済まされないんですそして米国だけがドイツに部品を供給 供給しししててていいいるるるんんんんででででははありませんこここのの影響世世界界中中にににに伝伝播播くくととななすすすそう労働市場我々は飢え死にするだろう。そしてこれはさらに悪化していくだろう。フォルクスワーゲンの計画はドイツで数万人の雇用を脅かすものだ。まさにその通りでこれは今後さらに悪化していくことになるんです。なぜなら全く回復のめどが立っておらず。これは問題の初期フェーズでしかないからです。そして今後さらに多くの失業者が発生することになり、確実 ににに彼ららは消費をさらに縮小していくことになるんです問題は、フォルクスワーゲンだけが危機的状況で、アウディ、BMW、ベンツは全く問題ないから、そっちで転職できるのではなく、フォルクスワーゲンもアウディも、BMW もベンツも、みんな危機的状況なんです。一旦リストラされた労働者たちは、もう他に行く当てがないんです。ご理解いただきたいのは、なぜドイツ経済が崩壊し始めているのかということです。それは製造業セクターが行けば、その国のサービスセクターも、 同じ方向に行くからなんです製造業の一企業だけで何万人ものリストラがされればドイツにとっても世界中の国々にとってもこれはゲームオーバーとなるんです経営危機に瀕している企業側の提案としては来年と2026年の賃金凍結25年間35年間勤続した従業員への一時金の廃止などが含まれると述べたまたポルシェはフォルクスワーゲンの工場との生産協定及び将来の協業モデル計画を打ち切ったとた 付け加えたこここれこそ今後米国でも起こりうる現象となりますなぜなら現在のドイツの問題は大体が中国と関係しているんです中国の経済が加速して過熱感を持っていた時中国の富裕層場合によっては一般消費者であってもドイツの自動車を買い漁っていましたそこに目をつけた中国政府は日本やドイツ、米国の技術を隅から隅までコピーして自前の中国製自動車をどんどん作っていったんです特にここ最近の電気自動車は単なるコピペではなく 安全性はともかくとして独自の進化を遂げておりこれまでのコピー商品という枠組みを大きく超えていますそれだけでもドイツの自動車産業にとっては大打撃でしたがそこにさらに追い打ちをかけるように中国の需要が完全崩壊しドイツの自動車産業にとっては大打撃どころか壊滅的な損害が発生しているんですこれ自体は多くの人が認識していますがそれでもこれはドイツはかわいそうだねでも米国とは違う話だから切り捨てて考えようねと思っ

2.5%減少となっていますこれは台風の影響などもありますが他にも在宅勤務の普及や価格高騰銀行の融資ができなくなってきていることやそもそも融資されても金利が異常に高いことなど自動車業界にとっては壊滅的な事態となっています言うまでもなく日産ホンダ韓国勢も完全に失速しています先ほど挙げた理由の他にもベビーブーマーたちが退職しだしたことで彼らは一家族で平均2.5台の車を所有していたのに退職もしたし金利 年の経済状況を考えて一台で十分だと判断したことなど多くの理由が挙げられますいずれにしても共通しているのは需要がどんどんと消滅しているということです問題は需要がなくなったら自動車業界だけが終わるのかということですつまり製造業立国だったドイツ経済は今後完全に奈落の底へ落ちそれだけではなく世界中の製造業を壊滅的な状況へと押しやるんです待っていてごらんなさいそう長くはかかりませんすぐに米国をはじめ多く 多くの国ののののの製造業業ににて、て工場の閉鎖、企業の破綻、そして労働者からの悲鳴が聞ここえることになるとなんです。つまり今ドイツで発生し始めている状況は世界経済の崩壊の兆候を示しているんです。ドイツ拠点の生産性は十分ではないとフォルクスワーゲンブランドの CEO は述べ、工場コストは計画より25から50%高いと付け加えた。需要がないのに労働者を含むリソースを持っているんだから生産性が低くなるのは当たり前なんです。中国ではもうこんな高 高いいドドイツ車なんん。て誰も買いませんドイツ車だけではなく今や需要不足により世界中で過剰供給になり始めているんですだからどうするのかリストラしかないんです。最初は賃金を下げに行くことから始めますがそのうちそれでも吸収できないほど完全に落ちていき最終的に大規模なリストラで終わるんですこれが世界中で起きることになるんですこのチャートをご覧くださいこれは青が設備稼働率で左軸赤は失業率を右軸で耐水表示にて表しています 青と赤は完全に上下逆転して鏡で合わせたかのように逆走化の動きをしています青が減少すれば赤は上昇しますそしてこの青減少と赤上昇が起きれば何が起きていたのかというとグレーの領域が示すリセッションが起きていることがわかります1970年代80年代のスタグフレーションも1990年の SL 危機も2000年の IT バブル崩壊2008年のリーマンショック2020年のコロナショックでさえも青減少と赤上昇が同時に起きているんです ですここで重要なことは、この青減少と赤上昇はもうすでに2024年の現在起き始めているということです。もちろんこれが起きたらすぐにリセッションになるというわけではありませんが、確実にこのパターンは最悪な事態を引き起こすことになるんです。それでも大統領選前の現在、政治家たちは我が党が政権を取ればもしくは維持すれば、経済は一気に回復すると発言していることから、多くの人たちはこの発言を信じて、大統領選後に経済は回復していくと思い込んでいるんです。 しかしながらドイツでは今何が起きているんでしょうか中国で何が起きているでしょうか少しずつバラバラだったパズルが同じ形を作り始めていてこれは世界経済が完全に崩壊することを示しているんですこの事態が起きれば米国の製造業はこの事態を回避することができず完全に中国とドイツの二の前になるんです工場は閉鎖され多くの企業が破綻し始め失業者が爆発的に増えていくことになるんです大統領選がが終われればこれらの問題が魔法の のように解決されるわけがないんです毎回同じことを繰り返しているんです。そして問題はフォルクスワーゲンだけではありません。次の物語はポルシェとメルセデス中国での不況で利益に大打撃コスト削減を約束という数日前に発行された記事に移っていきます。フォルクスワーゲンだけが特殊で問題なんでしょうと未だに思っている方そんな低次元な話ではないんです。先ほど各社の自動車販売状況を見ていただきましたがもう市場にマネーが残っていないんです。マネー がなければ自動車も家も買うお金がありませんそもそも一般消費者は生活必需品を買うのにも苦労して節約し始めているんですその結果として各社の業績が著しく悪化しコストカットを余儀なくされているんですこのコストカットという言葉を甘く見ている方も多いかもしれませんがこの最も効率的なやり方はリストラなんですつまり失業率が今後異様に上昇することになるんですメルセデスの収益性の主要指標は第3四半期に4 1.7%に低下し最低目標の8%を下回り2021年後半にトラック事業から分離して以来最低水準となったポルシェの第3四半期の中国での車両納入台数は10年ぶりの低水準に落ち込んだつまりリーマンショック後の需要崩壊の大底にまで状況が深刻化しているということですここまで深刻化しているのに欧州中央銀行の利下げ程度でドイツの製造業は救済されるのでしょうか多くの人たちこれは米国から 株投資家もそうですが利下げだやったわーいと喜んでいますが果たして本当に利下げで今の苦境を乗り切ることができるんでしょうかそんなことで中国の消費者がドイツ車もしくは米国車を買ってくれるんでしょうかという問題です金利低下は問題を解決することにはなりません一度必要以上に金利を上げて逆イー e を引き起こしてしまったのならこれが解消していくフェーズで経済をリセットするしか救済方法はありません今確実に起きているのは中国経済 のバブルが弾け完全にリセッションに突入しに行こうとする段階でデフレが起き流動性危機が発生したことで消費者の需要が完全消滅し誰も物もサービスも買っていないということですだからフォルクスワーゲン単体で数万人という規模の失業者を生むことになりこれは多くの国市場へと伝播していくことになるんですその予兆としてメルセデスアウディ BMW までもが苦境に陥っているんですその延長線上で米国の自動車市場も同じ 運命をるることになるんですポルシェはコスト削減のため中国での販売天網を縮小する計画だと最高財務責任者は語ったまた研究開発費の削減も目指しているメルセデスは研究削減対象の範囲については詳細を明らかにしなかった両者とも人件費とエネルギーコストが比較的高いドイツに工場を構えているまたポルシェ911スポーツカーのような電気自動車と内燃機関エンジン車の両方を生産しながら電動化へのシフトにも多額 の投資を行っているもちろんトレンドを読み違えたことも一因ですがいずれにしてもこの価格高騰と世界需要の消滅がドイツメーカーを完全に崩壊させているんですそしてこれはすぐに欧州全体へと影響が拡大していくことになるんです問題はちょっとした変動で一気に全てが崩れ去ることになるということですそしてそれは米国でも同じなんです次の物語は米国の同じ製造業に関してで、ね、ボーイング格下げ阻止に向け190億ドルの株式 売却を開始というほんの数時間前に発行された記事に移っていきます重要なことは株式売却で株価が下がるということではなくななぜ格下げされそうなのかということですいくらストーされようがリストラをしようが実際にリストラの計画は実行され始めていますがもしくは米国最大の航空機メーカーが737型機を製造できなくなっていようがキャッシュフローが悪化して流動性が厳しくなっていようが問題は売上が上がらず利益も出ず経営状態が一変 に改善しないといととうことですボーイング社は第4四半期に約40億ドルの現金が必要な見込みでこれにより年間のフリーキャッシュフローは約140億ドルになる収益源である7 3 7 m a x ェット機の組み立てラインを含む航空機工場を再稼働させるため来年前半まで現金が溶け続けると予想している米国最大の航空機メーカーがマネー不足になるほどカツカツの状況なのかと驚く人もいますがそうです労働市場のストが一向に 収ままる気配がありません労働者が組み立てラインに立てなければ莫大な投資をしてきた収益源である737型機でさえも組み付けることができないんです航空機が製造できなければお金も入ってきません出ていくお金に対して入ってくるお金が足らなければ企業は破綻するしかありませんだから今一生懸命キャッシュをかき集めているんですそれは保有している株を売ってでも損失を出してでもキャッシュをかき集めるしか破綻を回避することができないんですしかもこの状態が 一時的なな問題ででではなくく来年夏まで続くというのですそして米国の多くの企業がこの状態にあるんですだから次のリセッションにて多くの企業がボーイングと全く同じことをしてくることになるんです1社や2社ではありません数え切れないほどの企業が株を売って倒産しないためにキャッシュをかき集めるんですそして多くの投資家が現在株式市場はどんどん成長していく株価はとどまることを知らずどんどん上昇していくんだと思っていますが確実なことを 企業ががここののの状態にになっってて株を売り始めれば多くくく投資家が思いいた方方向向とととは全逆行うですボーイングのオルドバーグ CEO は会社の幅広いポートフォリオを合理化する選択肢も検討しているつまり売ることも検討しているボーイングは事業の見直しを開始しており年末までに完了する予定だ見直しの一環として問題を抱えるスターライナー宇宙カプセル計画の将来性も検討中であると報じられたこれこそ金融市場が収集 縮しているるに起きることで様々な事業の継続可否が検討され始めるんですこの事業は必要で、この事業は切り捨てを。なぜそうするのかというと、企業を存続させるために無駄な事業を切り捨てて、トカゲの尻尾を切るようにコストカットしていきたいからです。この無駄な事業を切り捨てるということは、その事業で働いていた人たちは大半リストラされるということです。経済が過熱感を持って成長していく過程では、こんなこと起きないんです。企業は潤沢なキャッシュフローがあり、ある程度マネーが 溢れているからこそ新規事業に投資しかしながら今の状況は全く別方向なんです人や設備に投資しないどころか工場全体が閉鎖され事業も切り捨てられていくということは企業が経営方針を大幅に変更せざるを得ないからなんですなぜなら需要が消滅し経済状況も悪化し流動性がどんどんと枯渇しているからです このような経済状況が悪化していく状況では単にリセッションが発生するだけではありません。地政学的にも大きな歪みと混乱が発生するんです。次の物語は石油危機、地政学的な不安が和らぐという本日発行されたばかりの記事に移っていきます。ただこのタイトルの石油危機自体は問題ではありません。なぜならもう需要がどんどんと消滅しているからです。ここで考えていただきたいのはドイツの自動車メーカーが壊滅的な事態に陥り、中国経済もバブルが崩壊し始め、 米国のボーイングでさえも保有している株を売らないといけないほど経営が逼迫しているという状況です。これが起きる時というのは需要が消滅している時であって価格は急落していくんです。ここで言う価格というのは全ての資産価値のことです。これが起きるのは確実に経済にとっていい時ではありません。確かに多くの人たちが原油価格が安くなったら消費者にとって価格高騰が収まるわけだから良い兆候だと叫びます。実際に価格高騰が収まることは 正解ででですすすが果たしてここれで消費者は資質を増やすのかとということです今回の物語の一番最初にお見せしたチャートにて商品やサービスが現在全く売れていないデータをお見せしました問題は仮に原油価格が低下してもこの状況が変わらず支出が増えなかった場合ですこれは世界経済の崩壊がもうすでに始まっていて尋常ではない速度で広がっていくということです原油は昨夜大きく下落週末のイスラエル攻撃について攻撃の標的範囲と即時の 報復のの兆候がないいいこととをを受けてて市場はは学的リスクプレミアムの一部を過剰に織り込んだ原油は再び72ドルという安値で取引されている何度かこれを下回ったことがあるが、これを下回れば、価格は一気に暴落していくため、注意が必要だ。なぜならこれを下回れば、世界経済の消費は完全に停滞している証拠であり、これは株式市場や債券市場にも大きな影響を与えていくことになるんです。同時に厄介なのがこの部分で、このチャートをご覧ください。 はピンクが米国10年もの金利で左軸、オレンジが原油価格を右軸で表しています。基本的にこれらは同じような動きをすることがこのチャートから見て取れますが、現在金利と原油価格は大きな乖離が発生していることがわかります。つまり債券投資家たちは金利上昇に大きくかけていることがわかりますが、原油価格を見ればそのうち金利は急落することになることを意味しています。原油価格や金利が急落するということは、これは経済に何かしらの異常値が見つかるとき ですこれは銀行破綻かもしれませんし地政学的問題なのかもしれませんしもしくは巨大企業が破綻することかもしれませんいずれにしても大体金利はこのオレンジの原油価格の方に遅行して習っていくことになるんですなぜならこの原油価格の動きこそ中東の地政学的リスクだけではなくドイツの経済状況や中国の経済状況を見事に言い表しているからです現在の米国の製造業の状態も決して順調ではなく需要が少しずつ消することる 滅し始めていることを示しているんですこれが起きる時何が起きるのかというと原油価格が急落するんですなぜなら需要が低迷して製造業が壊滅的事態に陥れば工場を稼働する必要もないし商品を運搬する必要もない従業員が職場や旅行に行くガソリンも必要なくなり原油需要が一気に消滅するからですこのチャートをご覧くださいこれは青が設備稼働率を左軸で表しており赤は原油価格 WTI を右軸で表して しています基本的に設備稼働率が下落していけば、原油価格も下落していくんです。これは先ほど述べた理由からです。経済のサイクルが回らなくなれば、設備も稼働しなくなって、原油需要も落ちるからです。問題はこの青と赤が減少した時、グレーの領域が示すリセッションが起きるんです。そして現在、緩やかにこの青と赤は減少し始めていることがわか,かります。じゃあ今後、原油価格は落ちていくのかと質問されれば、落ちていくというのが正解です。つまり、再建投資家のほとんどは金利 上昇ににかかけていますがすすがぐにわかるはずです完全に逆方向にかけていたことそしてその時株式市場も自動車市場も住宅市場も全ての市場が完全崩壊していくことになるんです本日の物語はここまでここからは有益な投資関連の情報に関してお伝えしていきますが世界の有料なユニコーン企業に投資できるファンドの非常上ドットコムも現在多くの方が割先にと投資家登録を急いでいますこれは去年もやった大人気化 企画ですが、非上場だけど誰しもが知っている急成長中のスタートアップ企業に投資できるプラットフォームです。投資先の企業は行ってしまうと殺到してしまうため、今は言えませんが、これからの時代を切り開く企業に、上場前の段階で投資できる、またとないチャンスです。前回この企画を実施した時は、宇宙分野のこの企業に人気が集まり、応募するだけは無料ですので、非常に高い倍率での応募となりましたが、今回もそれ以上に待望されていた企業がたくさん入ってい まますす無料のののの登録は5分でできますのででききここれからの時代の先駆者ととなるる企業を見ることができますそしてもう一つプレゼント企画があります。それは不動産クラウドファンディングの小槌で概要欄から投資家登録をするだけで2000円のアマゾンギフト券がもらえます。投資家登録は5分で終わりますので5分で2000円をもらっちゃってください。もし不動産クラウドファンディングに興味があって投資すれば5万円以上ももらうことができます。どちらも概要欄にリンクが置いてあります。今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価 いいただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を 速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます。補足ですが、ちょっと複雑で理解できなかったという方、もしくは文章で理解を深めたいという方は、日々の動画の内容をノートの文章に落としています。興味があるという方は、概要欄のリンクからどうぞ。エンディングでは、レバナス・イッン・リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります。動画のタイトルとしては、米国株はガチホするな。大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです。実際この動画は先週出そうとしています。 ましたが動画公開前に動画が削除されてしまいました google から衝撃的すぎて youtube では公開できないと判断されたようです真実である一方誰も報道していない内容についてです米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説しています是非とも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいためこの動画を見逃さないようにしてくださいこの動画をご視聴いただくには youtube では公開できないため w e e b i l 証券の口座解説をしていただき少額で結 でですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします